ジェフリー・アマースト初代アマースト男爵、ジェフリー・アマーストは、イギリス軍の将軍である。フレンチ・インディアン戦争を勝利に導いた英雄であり、北アメリカの植民地を統括する総督となった。しかし、アメリカ州の先住民族のことを、あらゆる面で理解できず、その押し付けた政策によって、先住民族の反感を買い、ポンティアック戦争を引き起こすことになった。 第二大岩石で、後初代アマースト伯爵となった、ウィリアム・ピット・アマーストは、自由貿易実現のため、清シに派遣されたことで有名である。後、ベンガル総督を務めた。アマーストは、イギリスのケント州セブノオクスで生まれ、14歳で、兵士になった。アマーストは、七年戦争、特に北アメリカでは、フレンチ・インディアン戦争として知られる戦争で名声を得た。 1758年、アマーストは、イギリス軍によるルイズバーグ包囲戦を指揮し、北アメリカのイギリス軍総司令官となって、カナダにあった、フランス領の大半を占領することに貢献した。1759年、アマーストは、シャンプレーン湖侵攻軍を率い、ジェームズ・ウルフ将軍のケベック市占領を支援した。1760年9月8日、アマーストは、モントリオールを占領し、北。 アメリカにおけるフランスの支配を終わらせた。アマーストはフランス軍の指揮官レビ伯爵の名誉降伏を拒んだのでレビ伯爵は月光し降伏するよりも軍旗を焼くことを選んだ。アマーストは1760年から1763年までカナダの軍政府長官を務めた。フレンチ・インディアン戦争の後はイギリスと先住民族の間の敵意によって 北アメリカの歴史では初めての生物兵器が使われる計画が文書化された。1763年のポンティアック戦争の勃発に反応してアマーストは反逆を終わらせるために天然痘を武器として使うことを示唆した。アマーストの部下ヘンリー・ブルケット大佐との往復書簡の中で二人は天然痘に感染した毛布を贈り物にすることで インディアンたちを感染させる可能性について議論した。実際にはアマーストもブーケットも知らないうちに、ピットトリデの指揮官がこの戦術そのものを、すでに実行に移していた。アマーストは戦争の葬式をとっており、ブーケットと取り交わした書簡があるために、その名前がこの出来事に結びつけられてはいるが、アマーストの事前の承知なしにこの試みが行われたことは、証拠が裏付けている。 この試みが成功したか否かは明らかでない。アマーストは1759年から1768年までバージニア植民地の名目上の総督であったが、実質上はフランシス・フォーキエが総督代行を続けていた。1760年から1763年まではイギリスの北アメリカ領初代総督となった。この職務は現代でもカナダ総督という形で、 引き継がれている。アマーストは1776年に貴族に列せられ、ホームズデールのアマースト男爵となった。アメリカ独立戦争の間は、敵側にいる多くの者と親しい関係にあったために、アマーストは従軍を拒否し続けた。アマーストは1778年にイギリス陸軍の最高指揮官となり、同じ年に陸軍元帥に登った。 アメリカ合衆国とカナダにはアマーストにちなんで名付けられた場所がいくつかある。オンタリオ州アマーストバーグ、ここにはアマースト高校もある。マサチューセッツ州アマースト、ここにはアマースト大学がある。ニューハンプシャー州アマースト、ノバスコシア州アマースト、ニューヨーク州アマースト、バージニア州アマースト郡、よびオンタリオ州アマースト等がある。1760年に、 モントリオールをダッシュした後、アマーストは、故郷のセブノッークスにモントリオールハウスを建て、本拠地とした。19世紀遅くから20世紀初めにかけて、この家では、毎年アマースト家が、リバーヘッド村に設立した、小学校を卒業した子供たちを招いて、夏のピクニックを催した。この小学校は、今でもアマースト家の紋章を用いている。アマースト家の加算が傾き、 家は20世紀遅くに取り壊され、土地は住宅開発に使われた。今日一つのオベリスクと八角形の主営詰め所が記念に残されている。オベリスクの碑文は消えかけてはいるものの、カナダ戦役での主役について名前を挙げていない。角の献上によるものなのか、あるいは誰もがそれを知っているはずだというおごりなのかで、あろう。その碑文は次のように読める。 1761年1月25日、この不尊の地に3人の兄弟が会する信仰と幸福を記念して、3人は6年間の早ある戦争に従軍し、様々な気候や季節そして戦いの中で成功を収めてきた。最も有能な政治家に捧げる。彼の作戦によって、ケープ・ブレトンとカナダが征服され、その影響によって、イギリス軍は、 過去にないほどの栄光をつかんだ。ルイスバーグ要塞は、フランスの六個大隊と共に降伏した。1758年7月26日、デュケーヌ取り落観楽。1758年11月24日、ナイアガラ取り出降伏。1759年7月25日、タイコンデロが取り落観楽。1759年7月26日、クラウンポイント陥落 1759年8月4日、ケベック占領。1759年9月18日、レビトリデ降伏。1760年8月25日、イルオノワ放棄。1760年8月28日、モントリオール降伏。カナダとフランスの10個大隊が武器を置いた。1760年9月4日、ニューファンドランドのセントジョンズ再ダッシュ。 1762年9月18日、ありがとうございます。